ジャン・アントワーヌ・ベルディエは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期のフランスの将軍。トゥールーズで生まれたベルディエは1785年2月18日に、大陸軍へ入隊した。1792年に、東ピレネー方面軍において、王寿郎の召喚付き副官を務めた。1793年には、スペインとの戦いにおいて、一個。 ライフル両兵大隊のみで4000人のスペイン兵および80門の大砲で守備されたフィゲラスの外壁の古類を攻略し一気に大尉から高級副官まで昇進。1795年に旅団長に昇進して3個敵団大隊の指揮官になり、翌年にはイタリアでメドラの要塞を攻略した。彼はカスティリオーネの戦いで少々になり、アルコレの戦いで負傷したが、 第一次大仏大同盟の崩壊まで戦い続けた。エジプト遠征においてはピラミッドの戦いでクレベール配下の旅団長を務めた。エーカーの包囲戦でベルディエは敵の銃剣突撃によって負傷した。1799年11月1日にたった1000人のベルディエ軍団はリムヤートに接近してきた8000人もの家にチェリを撃破し2000人の損害を敵に与え、 800人の捕虜及び十門の法と三十二機の軍機を手に入れた。クレヴエルは名誉のサーベルを与え、ベルゲーを中将に昇進させた。エジプト撤退の前にフランスに呼び戻され、ベルゲーは1801年から1806年までイタリアとオーストリアの戦線で活躍した。1807年6月10日にはヘルシバーグの戦いに参加して多くの捕虜を得た。 さらに、ベルディエ師団は、フリートラントの戦いでも活躍した。スペインで行われた、半島戦争では、ログローニョの戦い及び、第一次サラゴサ包囲戦に参加した。ナポレオンは1808年3月19日に、ベルディエに、白尺の称号を与えた。翌年、ベルディエはヘローナ及び他のいくつかの都市を占領した。ロシア戦役では、ベルディエは、再び有名になり、 ポロックの戦いで重傷を負った。1813年と1814年には、ウジェーヌ・ド・ボアルネのイタリア共和国軍を指揮した。赤の戦いでは、マスケット銃により体を貫通する傷を負うが、副官の助けを得てによって部署に復帰した。1814年2月8日にはミンチオ川の、戦い数で圧倒するオーストリア軍を撃退した。王政復古の際に退役し、 セントルイス勲章を授与された。また、1815年1月17日には、レジオンドヌール勲章グランクロワを授与された。ナポレオンからも、鉄王艦勲章の司令官に除されていた。百日天下では、ナポレオンによって、フランスの貴族に劣せられ、第8地区軍団長に任じられた。ワーテルローの戦いの後の混乱では、彼は、略奪からトゥーロンを保護した。 1817年8月1日の条例は、ベルディエにもう一度引退するのを強要したが、1830年に過去の功績により再び短い期間復帰したが、すぐに永久に引退した。戦場において、ベルディエの妻はよく夫と共にあったため称賛されたことで有名。ありがとうございます。